2018年10月の19日より京都国立近代美術館で、巡回します、没後50年藤田嗣治展です。最終的に、藤田嗣治は、日本の国籍を捨てですね、フランス人の画家として、洗礼名レオナール藤田として、生涯を閉じます。で最終的にずっと後半生はですね、この藤田という名前を王をつけて藤田、本当はこう王なしで藤田でいいんですが王を入れてるんですね。これは、まあ当時そのちょっとフランスにいた頃にこのフランス語にあやかってこの藤っていうのが英語で言うところのクレイジーっていう意味なんですね。だクレイジー藤田みたいな あだ名でこれを、まあ、ジョークでつけたんですけど、まあ、有名なところでいくとこのゴダールの映画のこのピエルトレ・ホウですね、これは、まあ、公開当時 の、まあ、のタイトルで有名なキチガイピエロっていうタイトル、このホウなんですね。だからいわゆるこのホウっていう表記がですね結構きつめじゃないですけど、まあとっぴなというかそういう表現もつけ込めてホウジタと名乗り続けたというこういう、まあ、名前の表記に関する、逸話があります。これは、実はその、まあ、日本に帰ってきてフランスに留学した、藤田嗣治が日本に帰ってきて、まあ、戦争作戦画というのを書くんですが、その時は日本語で、書いておりましたが最終的に全部書き直して全部このアルファベットの藤田を、その戦争画に書き込んでおります。まあ、これも深い意味がありますけれども、こういうところも実際の絵を見ていただいて厚東玉砕のところにも、当初は藤田嗣治と漢字で表記してサインしてたんですけども書き直してこのアルファベット表記を書き込んでおります。ここにはまあ複雑な思いがあると思いますけれども、それも実際の、今回は京都国立近代美術館の方で、展示されておりますので見ていただけたらと思います、これは東京の、国立近代美術館の方に、常設展で幾度か見られるチャンスがありますのでその後もご覧になってください。これ前にも言いましたようにですね、その表示の下には無期限貸与っていうふうに書いております。つまり日本の持ち物じゃない絵画になっております。これは、戦争を煽った絵ということで、GHQ、まあ、占領軍がですね、接収していってずっと、まあ、永久にもう貸し出す形で返しますという形で日本にあるんですけども、持ち物としてはアメリカの持ち物という形でずっと貸されている永久に貸しの状態になっているというこれにも複雑な、まあ、日本の戦後を背負ったこの美術史というのがここに明確にしてくると思います。藤田は最終的に日本を離れ、フランスに行くわけですけれども最初に、藤田嗣治が、まあ、東京で、まあ、軍医の息子としてですね、最終的に画家を目指して現在の東京芸術大学当時の日本美術学校ですねそこに入学して絵の道に進みます。日本の画壇で成功していこうと、まあ、進むわけですけども、当時ですねその日本美術学校を作ったいわゆる岡倉天心ですね、この人の後を黒田清輝という画家が、学長を務めておりました。多分ですね藤田はその東京、美学校のところで、なかなか上に進まれず幾度も個展、引展落ちるんですね。で藤田はそこでなぜフランスに行こうとかと思ったかというと日本で、まあ、この藤田が、黒田清輝の下でですね、まあ、活躍し続けるにはなかなか油絵という世界では、まあ、決まりきったルールの中で成功していくのは難しいんではないかと。で、まあ、来ると黒田と藤田の間の関係というのもちょっと微妙なところもあるんですけどもそういうのを考えて結局は黒田清輝もヨーロッパに留学したんですけども、日本でまあ大家となっている中でいくと藤田もこう外で勝負しようと。だから本当は日本で、成功しようと思っていたところやはりこの大家がいたので、藤田嗣治はそれを考えて最初は、日本で勝負するのではなくて世界で、まあ、フランスで勝負しようというそういう背景があったんですね。だから藤田がそもそもから最初からその、フランス海外を目指していたわけじゃなくて当時この黒田清輝という存在がいたからこそ藤田が世界へ飛び出したそういうきっかけがあるんですね。当時、
まあ、フランスではピカソ、モディリアーニなどと交流しながらですね、そのフランスでの地位を築いていくわけですけども、当時、留学していたというか、結構フランスの文化の中でこうちょっと遊びほうけていた時代があるんですけど、その時も絵の発注がたくさんあったんですね。パリに住んでたシカゴ出身のアメリカ人の富裕層の、裕福な婦人から、肖像画を頼まれます。今回日本で初公開となっているこのエミリー・クレイン・シャドボーンの肖像というこれ、絵画なんですけども、当時これ今後ろがですね、黒の、こう四角形に仕切られた像になってますけど、ここに銀箔を押してました。今真っ暗に、劣化してますけども、当時はこれ銀のバッグだったんですね。銀箔に、肖像画があるという、多分外国ではほとんど見たことがない絵だったと思います。この絵の、ちょっとその実は黒くなくすんでしまった色なんですけど、これもちょっと味わいがあって、この絵が、今回の展示では見られます。実はですね、こういう作品は何点がありまして、今日本でもですね、国立西洋美術館という上野にあります東京に、1点この金箔推しの藤田嗣治の作品というのがあります。それは座る女っていうふうに、題されてまして、これも同じ時期に描かれたんですけども、これは、西洋美術館の常設展示の、海外の、松方コレクションといわれる西洋美術館の常設展示があるんですけど、それの最後の、ほぼほぼ出口のところに大体藤田嗣治の1点だけが飾ってあります。時々会いに行こうかなって思った時には、そこか、東京国立近代美術館の常設展、この2巻でですね、藤田嗣治の作品というのは見られます。ですのでいろいろなところで見られることができるんですね。実はですね、この日本に藤田嗣治の作品が結構残ったっていうのは、その実は戦争画を描いた、藤田嗣治が、日本で居場所がなくなりそうになった戦後ですね。でもうすぐにフランスへ行こうと思ってたんですけど、なかなかフランスに脱出することはできなかったんです。でその間、その GHQ というか占領軍の民間であった、フランク・エドワード・シャーマンという方が、恋に交流されするんですね。そのシャーマンのおかげによって、実はその藤田作品が日本に残るきっかけになったっていうのがありまして、戦争画を描いたことによって、ある意味、藤田作品は日本にも残るようになったと、ちょっと裏返しの意味合いなんですけども、そういう背景もあるんですね。で、この GHQ の民政官であるシャーマン、悪い人ではなくてですね、藤田はものすごい好きだったと。でその後実は日本美術のコレクターになるんですけども、なぜそのフランク・シャーマンがですね、フランク・エドワード・シャーマンが日本の美術コレクターになったかで、藤田嗣治の作品も大量に買い込みます。で最終的に、フランク・シャーマンはですね、その自分の持ってるコレクションを、手放して日本に置いていくんですね。でなぜそれほどまでに藤田嗣治、そして日本美術を好きだったかっていうと、実はそのボストン出身なんですよ、フランク・シャーマンが。それはボストンに、かつてその藤田が在学した、日本美術学校の、創始者であります、この岡倉天心、彼が、いわゆる日本美術をボストン美術館とですね、たくさん、放出してじゃないですか、広めた功績があったんですね。ですので、シャーマンはですね、多分幼い頃このボストンで日本美術をたくさん目にしていたんだろうと。そこに岡倉天心の功績があって、大きなつながりを持って藤田嗣治のところに生きてくると。で、言ったらその間には黒田清輝が入っていますが、彼がフランスへ飛び出すきっかけを作ったみたいに、日本美術史の中でですね、藤田嗣治も脈々と動かされながら生きて、外へ飛び出して最終的には世界の画家の一人になるというようなところが読み解けるんですね。今回この、藤田の全画業を網羅したという、回顧展になりますが、そういう背景も、感じながら、一つ一つ見ていただいたら、面白いんではないかと思います。